ほっこい。皆さんどうも、こんにちは。エスパーと申します。夏の暑さも落ち着いた9月下旬、エスパーは、おばあちゃんと、愛知県蟹市へお出かけ。蟹市の名産は、やっぱり里芋、特にこの、道の駅、蟹って、では、里芋コロッケが、特におすすめ。早速、中に入ってみましょう。この道の、駅では感染症対策もバッチリ。こっちがお目当ての里芋コロッケ。どこにあるかな？いろいろ売ってますね。あ、ありました。1個110円で食べられます。お値打ちですね。早速いただきます。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。衣がサクサクで美味しいですね。ぜひみんなも食べに来てね。少し食べたら、さらにお腹が空きました。良い時間だったので、僕は岐阜のお米と、鶏肉をふんだんに使用したケイちゃん丼を。おばあちゃんは、天ぷらそばを、それぞれいただきました。初めての箸上げ。まあ、スプーンだけどね。地域の素材をふんだんに使用しており、どちらもすごく美味しかったです。また、この道の駅では地元の野菜や、果物、お酒なども安く販売しています。僕が食べた、ケイちゃん丼も売っています。家に帰ってからも、旅先の味を楽しめますね。みんなもこの道の駅で、旬の素材を買って、この地域の味を、お家で堪能してみてはいかがでしょうか？クワガタさんもいらっしゃいました。やあ、こんにちは、エスパーと申します。君も私の仲間になるかい？うん？6000円。残念ながら、クワガタさんとは、別々の道を歩む運命だったようですね。この道の駅では、喫煙所や自販機、トイレなども完備、周辺の観光地情報も、豊富にあるため、近くを通る機会があれば、ぜひ寄ってみると良いと思います。この道の駅で、腹ごしらえも済んだし、早速蟹市を遊び回ろうと、思います。その様子はまた次回の動画で。最後に、お土産に買った道の駅のリンゴも、シャキシャキで美味しかったです。今回もご視聴ありがとうございました。